でさ、その NPC の妖精さんによると、そのダンジョンにはすっげーお宝が眠ってるらしいんだ。へえ、そんなクエストがあるんだね。で、ハル、もしかしてそのクエストに行きたいの？マスターにしばらく休憩するように言われたばっかりじゃないか。時には休むことも重要だって。うん、そうなんだけど、でも仕方ないな。じゃあそのクエスト一緒に行こうか。ただし二人で行けるところまでだよ。厳しそうだと思ったらすぐ引き返すからね。たく、お前ならそう言ってくれるって信じてたよ。実は僕も春が好きそうなクエストだなと思って下調べしてたんだ。案内するからついてきて。え、もう場所知ってるの？やっぱりタクは頼りになるな。そんなことないよ。さあ行こうか。ここが噂になってたダンジョンだね。ほら、ここに掘ってある刻印が証拠だよ。なんだか燃えてきた。 ALO はやっぱ探索アクション系のクエストが多いのがいいよな。まあ僕らの世界は基本が対戦格闘だからね。ダンジョンもあるにはあるけど、定常のようにクリアさせる気のないような異常な難易度の場所ばかりじゃね。ナナ、早く進もうぜ。俺もう待ちきれないよ。ああ、ハル、あんまり先走っちゃダメだよ。
大丈夫です。お見事です。なんかさ、ん？昔もこうやって探検したことなかったっけ？小さい頃に二人でさ。ああ、あったね、そういえば。ちーちゃんに内緒で行って、後から泣かれたっけ？そうそう、近所の森の中を探検してたはずが、結局二人で迷子になっちゃってさ。春が最初に泣き出したんだよね。そうだった。ちなみに僕は最後まで泣かずに春の手を引っ張って歩き続けたんだよ。よく覚えてるな、タク。だんだん思い出してきたよ。あの時僕は僕にもできることがあるんだって思ったんだ。何言ってるんだよタク。俺はいつもタクに頼りっぱなしだよ。今日だって、あの時だってさ。そんなことないよ。あの探検をしようって言い出したのも春だし、今日だってそうさ。君はいつも僕を新しい世界に連れ出してくれるんだよ、タク。だから暴走しがちな君をせめてこうしてフォローできればって思ってるよ。なんだよ、そんな暴走してないだろ。本当にそう言い切れるかい、ハル。よく考えてごらん。すみません、してるかもです。わかればよろしい。手加減はしない。これでどうだ。なんか変だな。これでどうだ。お見事です。お見事です。
行きますよ。これでどうだ。これだ。もっと上を目指さないと。強くなったんですね。強そうだな。大丈夫、君と僕の連携なら敵じゃないさ。ああ、たく、いつになく自信満々だな。今日はハルと一緒に冒険してるせいかな、僕もテンションが上がってるみたいだ。今ならどんな敵にも負けない気がする。よし、行こう、たく。敵の HP。
前の冷静な戦況分析がなければここまで戦えなかった気がするよ。ありがとう。倒しきった後まで取っておいてくれるかな。わかったよ。これだ。しないで行こう。お疲れ、クロー。パイルもお疲れ。いや、やっぱパイルと俺の連携にかかれば怖いものなしだな。そうだね。あ、報酬ゲットだ。この刻印みたいなアイテム、装備品かな。とりあえず保管しておこうよ。今後何かで必要になるかもしれないし。あ、そうだな。ハル、どうしたの？あそこのアバター、すんごく可愛くないか？ほら、あのインプの子。ハル、そんなことマスターに聞かれたら怒られるよ。別にそういう意味じゃないよ。ただ、ALO のアバターメイキングもすごく出来がいいなって思っただけだよ。まあ、今は僕たち二人だけだしね。黙っててあげるよ。ちなみに僕はあっちのショートカットのケットシーの子の方が好みかな。お前ちゃっかり話題に乗ってくるのな。ねえハル、いつもロングの子ばっかりでちょっとベタすぎるんじゃない？いつもって語弊があるような言い方すんなよ。いつもだろ。ゲームでアバター作るときはだいたい黒髪ロングの女性キャラじゃないか。いやいや、俺は男女両方作ってるだろう。そういうタクこそいつも治癒にの。ハル、そこまでにしてくれ。なあタク、俺たちって趣味思考は違うけど気は合ってるよな。この流れで同意するのは気が引けるけど、そうみたいだね。おい、キリノシ、
なんだよ、突然バーストリンカーの小僧二人を眺めながらため息ついてよ。いや、ああいう同世代の男同士の会話ってなんか青春してていいなって思ったんだよ。男同士ならここにいるだろう。俺とクラインが。お前たちと俺じゃ年が離れすぎだろ。だと？俺をおっさん扱いすんなよ。エギルとは違うんだからな。その発言は聞き捨てならないぞ、クライ。分類的にお前も確実におっさんだろ。いやいや、別にそんな争いされても困るんだけど。ただ俺、同世代で同性の友人ってちょっとピンとこないところがあって、クラインもエギルも大事な友達だと思ってるけどさ、あの二人を見てたらそういうのがいてもよかったのかなって思えたんだよ。まあ確かに思春期の下世話な話ができるなんてあの頃だけだからな。確かに10代のガキの特権だな。キリトも今のうちにやっといた方がいいぞ。年取ってからやったらただのクラインみたいなキモいおっさんになっちまうからな。そうそう、俺みたいなキモいおっさんになる前にって、俺のことディスるんじゃねえ。そうだな、俺も機会があったら同年代の男友達を探してみるかな。未来の VR ゲームってブレインバーストの他にもいろいろあるのか。あ、はい、キリトさんの時代よりは増えてると思いますよ。へえ、でもブレインバーストみたいなアングラのハイクオリティゲームは希少なんだろうな。少なくとももう2つは存在する。いや、正確には過去に存在していた。詳しくは私も知らないのだが、その2つは何かしらの理由があってプレイヤーが激減して衰退したらしい。そうなのか。以前その1つの仮想世界のデータがグローバルネット上に残っていて、その干渉を受けてしまったことがあった。そうでしたね。確かその場に居合わせたのはハルとチーちゃん、マスターと僕の4人。その時は我々の見た目にも変化が。あ、いたいた、お兄ちゃん。みんなで何の話してるの？すぐアスナ、シノ。あ、いや、未来のゲームの話は。あんたなら聞きそうだと思ってたわ。ちょうど私たちもちゆりとその話を。あれ、ちゆりちゃん？なんで私またこの格好になっちゃったんだろう。ちゆりくん、これはもしや。ちーちゃんのその格好ってアクセルアサルトに干渉された時の。もしかしてそのアクセルアサルトってのが2つある廃れた世界の1つなのか。はい。なんでだろう、急に。どうした、ちゆりくん、人の顔を見て。なぬ、先輩もまたアクセルアサルト衣装になっちゃってますよ。これは想像に過ぎませんけど、アクセルアサルトの残存データがあの空の影を通じてこちらにもやってきたんでしょうか。きっかけは俺たちが話題にしたことか。可能性はありますね。廃れたとしてもデータは残り、装備のみがこうして顕現したのか。まさかまたこの姿になるとは思わなかったな。ちゃんと元の姿に戻るのかな。おそらくは自分で着脱可能だろう。この姿でいることに特に害はなさそうだが。戻しちゃうんですか。もうちょっとそのままでも。春雪くん、君はこちらの格好の方が好きか。いえ、僕はその特
そっちの先輩も。そうか。二人とも、とっても可愛いものね。ちょうどダミーアバターとデュエルアバターを足したようなデザインなんだね。機能性もありそうだわ。その姿でも戦えるんじゃない？これで自由に戦うにはタックンがいないとな。ふむ、タクム君、ウィンドウを開いてみたまえ。何か追加されているのではないか。僕のも。僕ちょっと用事を思い出したな。なんて。あ、逃げた。待てー。ちーちゃん、やめ。ああ、たくもくん、ああいう感じになるんだ。まあでも特にクエストクリアしてないのに新しい装備を手に入れられたのはちょっと得したんじゃないか。まあ物は考えようだな。メッセージが届い。これで全員勢揃いですね。ああ、ようやくって感じだな。新しく仲間になった人たちもまたお互いに紹介してもらった方がいいんじゃないかな。そうだな。まずはキリトたちの方から自己紹介を頼めるだろうか。じゃあクラインからだな。おうよ、俺はサラマンダーのクライン。キリトとはこう見えても一番古いダチだぜ。僕はユウキ、インプです。剣の腕にはかなり自信があるんだ。みんな仲良くしてね。私はトレジャーハンターのフィリア、宝探しが得意なスプリガンだよ。よろしくね。レインです。種族は火事妖精レプラコーンだけど、どちらかというとバトルの方が得意です。じゃあ次はこちらだな。タクム君からお願いしようか。はい、僕の名前はタクム、もしくはシアンパイルと呼んでください。攻防どちらも担えると思います。私はシユリかライムベルって呼んでね。ハルとタックンとは幼馴染なんだ。私の力はちょっと特殊だから、きっと役に立てると思うよ。私はアキラ、もしくはアクアカレントって呼んでほしいの。大丈夫、みんなの記憶はなくさないの。俺様のプロフィールだ。そりゃ俺様はハードでスピーディー&パワフルなバーストリンカー。緑のレギオン、グレートウォールの爆走アバターといえばアッシュローラ様だぜ。ん？あれ？そういや、アッシュのもう一つの姿、ダミーアバターとかいうのまだ見てねえな。アッシュのノリノリでパワフルな人間バージョンの姿、俺たちにも見せてくれよ。おいブラザー、わけわかんねえぜ。これが俺様のリアルなビジュアルだぜ。そうじゃなくてよ。どうしましょう、師匠。そうね、黙っておきましょうとは言ったけど、ここで伝えておいた方がいいかもね。カラス野郎に師匠、What？ 何ボソボソ言ってるんだ。アッシュ、
ウィンドウを開いて指示通りにボタンを押してみなさい。おらい。ほらそこの、そのボタンよ。これか。ほい。おお。どういうこと？アッシュが消えて美少女が出てきたぞ。あんた、あれだろ、春雪たちの新しい仲間ってやつだろ。私めはクラインと申します。ぜひあなたをお守りさせていただきたく。クラインさん、違うよ。アッシュさんのダミーアバターがその姿なんだよ。そんな、まさか。あのアッシュがこんな美少女ちゃんに。私、リンって言います。アッシュローラのダミーアバターの姿です。なんですと？俺は信じねえぞ。あのファンキーパンクなアッシュがこんないじらしい女の子だなんて。クラインさん、本当なんですよ。マジかよ。それはいわゆる一つのネカマの逆パターンってやつなのか。俺、現実を受け入れられなくなってきたぜ。美少女ちゃんとお知り合いになれたのは嬉しいが、この子が あのアッシュを演じてたかと思うと。クラインさんが泡吹いて倒れた。俺もさすがに驚いたぜ。アッシュが女の子で、美少女ちゃんが骸骨野郎で、ゲシュタルト崩壊起こしてますね。僕、クラインさんを連れて行きます。別の部屋で寝かせておきますね。ありがとう、タクム君。ごめんなさい。私、デュエルアバターの姿が自分なのか、正直まだよくわからないんです。どういうことだ？私、兄のニューロリンカーを使ってブレインバーストを遊んでいます。そのせいか、アッシュローラとして現れる性格は兄のものなんです。私自身、アッシュとしている間の記憶はおぼろげにしかありません。リンの兄は今事故で意識不明の状態なんです。彼の人格がこうしてうつろによみがえるのは、兄弟のもたらす絆の証なのかもしれませんね。師匠、それにしてもこんなボタンがあったんですね。全然気づきませんでした。ちなみに、メタトロン、突然どうしたの？その刻印は長く押し付けることにより新たな効果をもたらすはずです。ボタン長押しってこと？はい。ただし、我がしもべに限り、それをしても意味はありません。他の者たちは皆、真の姿を見せることになります。春雪くん以外は真の姿を？なんだそれは。押してみるのです。一応、わからない仕様とかあったら全部試しておいた方がいいもんね。私は何か嫌な予感がするの。アキラ、物は試しなの。これでバーストポイント全損するとかはさすがにないと思う。うむ、そこの影と土の妖精二人には外を向かせておきなさい。キリト君とエギルさんを？よし、じゃあよ、せーのでやってみようぜ。ポチッとな。これがしもべたちの真の姿。どうやらデュエルアバターの階層は
この世界だと装備の扱いになってるみたいね。ボタン長押しはさらに装備をひっぺがす、そういうことなのかしら。フーコは冷静に解説しなくていい。一度早くもう一度ボタンを押すんだ。なんか背後からすごい声が聞こえたんだが、大丈夫か？なんでもなかったよ。大丈夫。もうそっち向いてもいいか？すみませんでした。私がボタンの話をしなければよかったんです。こんな私ですけど、よろしくお願いします。よろしくね、リンさん。でもさ、クラインさんが起きたらどう説明する？まあ本人も信じられないって言ってたくらいだし、夢でも見たことにさせておこうぜ。クラインが見たリンの姿は幻だったってことで。結局そうなるのね。まあそれも楽しそうだわ。いいのかな、これで。あのゲーム、晴れ行きの時代にも残ってるんだな。はい、レトロゲームの中でも神ゲーって呼ばれて、僕も友達とよく遊ぶんですよ。俺たちの時間流の先に晴れ行きたちの住む世界があるのか、そりゃわからないけど、あれは俺も好きなゲームだったから、そういう話を聞けるのはすごく嬉しいぜ。僕も発売当時の話が聞けてすごく楽しいです。俺、兄弟どころか友達って呼べる男もあんまりいないから、晴れ行きを見てるとなんだか弟ってこんな感じなのかなってちょっと思うことがあるんだ。僕が弟？キリトさんの？それなんだかいいですね。僕も一人っ子だから、キリトさんみたいなお兄さんがいると楽しそうだな。まあピンクの豚くんの兄貴になるのも悪くないかな。僕豚じゃないですよ。現実だとちゃんとした、いや太ってるかもしれませんけど人間ですから。冗談だって。でも本当に俺たち兄弟だったら、俺がこうして晴れ行きをからかいながら仲良くゲームやってそうだな。そうですね。よし、じゃあ盛り上がってきたところで、いつものやつやろうぜ。レクリエーションと訓練を兼ねてのデュエルですね。ああ、クロは都市空間だから体術も得意だよな。そういうキッドさんって。よし、勝ったぞ。ふぅ、負けちゃいました。キリトさんさすがですね。俺もかなり必死だったんだぞ。だがおかげで新しい戦法がひらめいたよ。これは新技として使えそうだ。いいなぁ。じゃあ次は僕の新技開発の訓練に付き合ってくださいね。ああ、もちろんだ。どうしたんだ、晴れ行き。いえ、キリトさんとこうして戦ったり
ゲームの話したりするの本当に楽しいから、現実でも仲良くできたらいいのになって考えちゃって、現実で悩みとか打ち明けられたらすごく心強いのになって。春雪、お前にはメガネビラスの心強い仲間たちがいるじゃないか。それにエール王に来ればいつでも会えるだろ。悩みでも何でも聞いてやるさ。キリトさん、それでもまだ不十分だと言うなら、現実で俺を探すんだな。え？春雪のいる未来が俺のこの世界とつながっているのかわからない。春雪の住む世界に俺がいるのかすらわからない。でもお前がもし本当に窮地に追い込まれているなら、全力で俺を探せ。俺は絶対にお前のところに駆けつけるし、お前が何か困っているなら全力で守ってみせる。キリトさん、ありがとうございます。僕そう言ってもらえただけでなんだか元気が出てきました。そうか、それはよかった。じゃあこれからもよろしくお願いしますね、兄さん。兄さんか、なんだかくすぐったいけど、よし任せとけ。やった。クライン、ちょっとこれを見てくれないか。おお、キリノジ、どうしたんだ、神妙な顔してよ。どれどれ、ん、これはどっかのダンジョンの画像か。ここに描かれてるのは、人、いや妖精のレリーフか。そうだ、だがこの妖精何か気にならないか。妖精にしちゃ妙にちっこいな。まあ小妖精、ピクシーみたいだろ。小妖精っていや、ユイちゃんのことだろ。この LO においてはプライベートピクシーのことを指す言葉だと思う。だよな、俺らの仲間うちでもピクシーを持ってるのはお前だけだし。ピクシー持ちのプレイヤーに参加権があるクエストとかかもしれねえぜ。俺もそれを考えていたんだ。今回の件もあるし、調べてみて損はないかもしれない。だな。よし、そうなりゃ行動あるのみだ。パーティー組んで行ってみようぜ。ああ、この画像の場所がどこなのかもう調べてあるんだ。付き合ってくれるか。もちの論よ。ここか。なあ、あそこを見てみろ。例のレリーフがある。おお、ほんとだ。やっぱ実物見てもゆいちゃんに似てるな。そうだな。あ、どうかしたのか。よくよく考えてみると、小妖精ってどういう存在なのかなって思ってさ。ん？小妖精、ピクシー、LO のナビキャラだろ。そうなんだけどさ、
割り当てられるプレイヤーはごくわずかだろ。それに ALO はもともと妖精の世界だ。妖精の種族が9種類って決まってるのに、さらに小妖精って言われるとなんかピンとこないような。いや確かに9種類じゃなくて10種類じゃねえかって突っ込みたくなるな。だよな。でもよ、ダンジョンの入り口近くに小妖精のレリーフがあるくらいだし、もしかしたらこのクエストに存在の秘密が隠されてるのかもしれねえぜ。なあ、そうだといいな。キリトよ、自信持てよ。ユイちゃんが10種類目の妖精だろうとなんだろうと、おめえの大事なマナ娘には変わりねえだろ。あんま心配すんなって。クライン、ああありがとう。これで決めてよ、これで決めて。いいね。これで決めて。聞こえたな。ああ、女の声だったぜ。助けて。助けを呼んでるぞ。こりゃいかねえと。待てよクライン、これはどう考えても罠だろう。なんでそう言い切れるんだよ。考えてもみろよ、ここに来るまで俺たち以外にプレイヤーの姿はなかった。なのに突然奥の方から男2人のパーティーが女の声で助けを呼ばれるなんて不自然極まりないだろう。そうかもしんねえけど、俺らよりずっと前から来てた人かもしんねえじゃんかよ。クライ、このダンジョンの画像なんだが、実は出所が全くの不明なんだ。
何？突然俺にメッセージが送られてきて、差出人も不明だ。似たような体験をしたプレイヤーがいるか情報を探してみたが、見つからなかった。この場所を知る奴はほとんどいないはずってことか？ああ。助けてください！でもよ、こうして叫んでるじゃねえか！放っておけるわけねえだろう！あの悲痛な叫びを無視できるほど俺は冷静な性分じゃねえんだよ！わかってるよ。行くなとは言ってない。ただ、あんまり軽はずみな行動は。わかってるわかってる。さっさと行こうぜ。見ず知らずの美しいお嬢さん、今あなたをお守りする戦士が参りますぞ。絶対わかってないな。よっ、やっぱこれで決めてやる。これならどうだ。いいね、いいね。クライン、ここに来た目的覚えてるよな。おうよ、謎のダンジョンに囚われし霊場の救出だったよな。少年生の謎を探りに来たんだな。これで決めてやる。いい調子だぜ。非妖精と影妖精の戦士を追って。おう、今参りますぞ。俺たちのアバタータイプは認識してるな。ますます怪しい。このダンジョンのボスか。やいやいてめえ、助けを呼ぶ美女をどこに隠した。美女ってまだ会ってないだろ。キリノジ、さっさとぶっ倒してやろうぜ。あいつを倒せばお嬢さんを救い出せるはずだ。はいはい。倒したな。はあ、クライン、まあそう気を落とすな。こういうトラップはよくあることじゃないか。霧の字、そうだな。なんだかすまねえな。え、何がだ。だってよ、こいつは小妖精の謎に迫るクエストかもしれないってことでわざわざ来たのによ。俺一人で浮かれて突っ走っちまって。
おめえは罠だろって何度も注意してくれたのによ。いや、そうでもないさ。ほら、見てみろよ、この報酬。ん？こいつは装備品か？ああ、このデザイン、何か関連ありそうだろ。そうだな。これをゲットできただけでも来た甲斐はあったぜ。ありがとうな、クライン。キリト、お前が鼻の下を伸ばしてあの声に誘われてくれたおかげだよ。おいおい、なんだよその言い方はよ。まあ結果オーライってことだ。そっか、ならまあいっか。よし、さっさと帰ろうぜ。ああ。